ないですか。終わったんだし。ダメだよ、帰りもあるんだよ。魚遊び大会優勝チームの肉見ただろ。最下位はないだろ。せめて魚肉は卒業したい。肉じゃないしね。何、白瀬ちゃん縄跳び上手なんだね。変？変じゃないけど、できないイメージの方が強いかも。どうして？白瀬は基本見かけによらずだからな。見かけによらずドジとか、見かけによらず短期とか、見かけによらずわがままとか。どういう意味？お、誕生日？あの、お、好きなんです。財前敏夫さんがですか？悪いか？だから悪いって言ってるでしょ。少なくとも話を聞いた人は呆れて言葉をなくす。こんな風に。違うだろ、これは突然の告白に驚いて呆れて言葉が出ないんです。そうなの？隊長って東堂銀隊長のことですよね。美人で頭も良くて意志も強くて。どう考えても無理じゃないですか。失礼な、人を好きになるのは自由だろ。俺昔から憧れてたんだよ、ああいう強い人。どうしてです？守ってくれそうだなって。死ねばいいのに。今なんか言ったよな、サクッとひどいこと言ったよな。ほんとごめんね。あんたさ、前から自分で言ってたでしょ、船に恋愛持ち込まないって。だから今まで我慢してきたんだよ。でももう止められない。殴りてぇ。殴ってるよな、それ。でもそれでなんで私たちのところに？いやまあ、女子高生の中に隊長と古くからの知り合いがいるって聞いて、何か情報はないかなって。白瀬ちゃんだ。いつ頃から知ってるの？初めて会ったのはもう10年以上前ですけど。その頃の写真とか。はいはい、5メートル以内接近禁止だよ。いつ決まったんだよ。でもお母さんの知り合いってだけで、そんな話もしてないし。そっか、俺はどう。だから諦めろって言ってるの。だいたい年男はこれだ。あ、これだよ。隊員の恋の行方を私たちのリポートに入れたら盛り上がるよ。リポート？なるほど、それはいいかもですね。あまり今までにない切り口ですし。下品じゃない？いいんだよ、最近再生数減ったって言われたばっかなんだから。みんな見てくれるかな？見ます見ます、みんなそういうのなんだかんだ言って大好きですから。つまり俺と隊長の恋がネットを通して全世界に配信。いえ、財前さんは部屋に戻ってください。ん、私たちがやっておくんで。え、邪魔だってさ。どんな人だったか。そう、隊長の性格とか男性関係とか。
だからさっき言ったでしょ、お母さんの知り合いってだけで特にはあまり喋る人でもなかったし。ちょっとキャベツだけ買ってくるから見てて。待って、だったら私が。はい、お釣りです。え、はい、お釣りです。知らない人にお金渡したらダメ。真面目というかずれてるっていうか。で、恋愛の方は？え、わかるわけないでしょ、私その頃幼稚園児よ。じゃあ直接聞くしかないか。直接？インタビュー装ってそれとなくそっちの方に話振って聞くんです。なんか芸能人の記者会見みたいだね。交際は順調ですか？なんで私に？待って、それ誰が聞きに行くの？あ、やだーやだー、この宴会前にもあったような。そうなんですか？どうしてそんなに嫌なの？出航前の夜看板で話してたじゃん。え、見てたの？見てないと思ったのか。仲良さそうに見えましたけど。え、いや、あれは偶然だったからね。じゃあ仲悪いの？悪いっていうか、なんというか距離がある。前甲板で2人で話してたでしょ。見てたの？仲良さそうに見えたけど。いや、あれは偶然だったからで。もともとお互い口下手なのよ。だから高子が席外すと2人とも。あ、ペンギン。なんだそりゃ。私は子供いないからどういうこと話せばいいのか全然わからなかったし、だいたい高子がいいかな。そんな高子はもういないのよ。話しておかなくていいの、高子のこと。彼女、お母さんが待ってるって言ってるのよ。捜索は打ち切ったの、私の判断で。お待たせ、入っていいわよ。え、どうも、すみません急にわがまま言って。いいのよ。かなえ、失礼します。あれ、白瀬ちゃんは？ああ、ちょっと他に用事があって。そう。はい、カメラ OK です。ちょっと待って、何を聞くつもり？今日は隊長の私生活についてインタビューさせてもらおうと思いまして。好きな食べ物とか、普段どんな暮らしをしてるとか、あと恋愛とか。ズバリ好きなタイプは？南極観測に関係ない質問には答えない。銀ちゃん、高校生が聞いてるのよ。お願いします。最近再生回数落ちてしまってて。必要なんです。あ、耳が真っ赤。赤くない。隊長、お風呂上がりでありますか？好きな入浴剤は？つまり好きなタイプは？ねえ、もう少し大きくした方がいいかな。わお、そのままで十分です。ん、うわ、大きい。南極圏に入るって言ってましたからね。沈まなくなるんだよね、太陽。雲みたいな人？何それ？そう、でもそう言ってました。雲といっても上層雲か中層雲か下層雲かで違うし。うわ、つまらねえ。なんでだよ。多分。大きな雲だね。うん、雲ってすごいよね。つかめないのに上見るといつもそこにある。つまりどういうこと？そこまでは。まあ、でもなんとなくわかるけどね。そうね。え？どういうこと？どういうこと？インタビューはどうでした？え？かなえね。いえ、私が聞いたんです。隊長と小淵沢さんの娘さんは仲がいいんですかと、興味本位で。あの子は現れませんでした。うん？多分許してないんだと思います。
私のこと。それは問題ですね。隊長としてきちんと隊員と話して確かめないと。本日0800より1200まで艦上体育許可。冬の運動あるあるだな。お、しらせ？ペンギン。わかるか？雲のようなって。なんとなく。どういう意味？教えろよ！どういう意味だよ！言葉にならない。なんで？何が？タカ子、わざと私とあの子二人にしようとしてるでしょう。してるよ。だってあの子には銀ちゃんの魂が必要だから。ちょ、もう、自分の子でしょ。いた。できないの？はい。お、何してるの？しー、何ですか？どう思っているか聞いておこうと思って。私のこと憎んでるって言ってほしいんですか？憎んでません。お母さんが民間の観測船に乗ることになった時、何度も聞きました。南極観測には危険もあるって。でも行くんでしょ？南極がそういうところだということは理解しているつもりです。でも私が隊長だった。落ち度があったんですか？あなたの判断ミスでお母さんは南極に取り残されたんですか？ああするしかなかった。じゃあそれでいいじゃないですか。わかった。一つだけ聞かせて。それは本心？本当にそう思ってるのね？わかりません。だから話すのが嫌だったんです。どう思っているかなんて全然わからない。ただただお母さんは帰ってこない。私の毎日は変わらないのに。帰ってくるのを待っていた毎日とずっと一緒で何も変わらない。毎日毎日思うんです。まるで帰ってくるのを待っているみたいだって。帰るには行くしかないんです。お母さんがいる宇宙よりも遠い場所に。あっ、なんだ？両舷更新尾走区。両舷更新尾走区。いよいよです。何ですか？定着氷にぶつかったのはラミングよ。うわ、本当だ。氷の上に乗り上げるんですか？そう、一度大きくバックして。両舷停止、両舷前進尾走翼。両舷停止、両舷前進尾走翼。全力で氷に突っ込んで。船の自重で氷を壊す。だから砕氷船。割れなかったらどうするんです？何度も繰り返す。割れるまで何度も何度も。南極大変なんだな。
特にここら辺は接岸が難しいって言われているところだからね。そうなんですか。なんでわざわざそんなところに？そこしかなかったの。南極観測のルールが本格化したのは第二次世界大戦後で、あ、わかる？わかります。敗戦国だった日本の観測隊派遣に難色を示す国も多かった。当然日本の発言権も強くはなくて、結局割り当てられたのが接岸不可能とまで言われた東オングルのこの場所。意地悪されたんですか？意地悪かどうかはわからないけど、まあ遠回しにそういう意図があったのかもしれないわね。まあ来れるならどうぞ、来れるならね、みたいな。ムカつきますね。でもそれを聞いてみんな燃えたわけよ。日本中から募金でお金を集めて、造船業者の職人が一生懸命工夫して船作って、それで何度も何度も何度も諦めかけては踏ん張って進んだの。氷を砕くよ、一歩一歩。何度も何度も。第二協族、行け行け行け。何度でも。ただいまー。ん？何度も何度も。タカ子、タカ子。おーい、タカ子。小渕さん。そっと記した夢、言い訳ばかりして、ほったらかしにしていた。変わるのが怖くて、何があるのかも。言っとくけどな、俺は本当の本当に本気だったんだ。隊長のこと何とかしてあげたいって。だから分かってるって。なのに全然気づきもしないで。隊員が隊長を救うなんてできないし、させないんだよ。その気持ちは大切に、自分が手を差し伸べられる相手を探すべきなんじゃない？お、ん？ユミコ？あ、お、お、お前。違うから、そういうの全然ないから。違うから。出さずに入っていたんだろう。不思議。どうするんです？片付けは済んだ？あ、はい、バッチシです。どうしてそういう嘘を平気で言うんですか？少しだけ出てみる？さと本当ですか？ユス、カメラ。はい。これりるだけよ。半径5メートルまで。はい、行くぞ。これは
南極。どうする？シラセ、先行けよ。え？どうぞ。せーの！たまってたんですね。いいじゃない、知らせちゃんらしくて。ザマーミロー！